つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは。食と心のデザイナー、暮らしの冒険家、由美子改めアマンです。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。今月のゲストは宮川照子さんです。宮川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、宮川さんを紹介しますと、宮川さんは80歳、3年前ですね。3年前、83歳になります。83歳、はい、3年前の8月、80歳の8月に日本のロケット真実の奇跡という本を出版されたんですね。私はある縁でこの本をこう読むことになって、ずっとこのラジオのテーマが真逆の情報っていうか、みんなが知ってること、信じてることって、うん、結構本当は全然真逆なんだよとかね、本当はこういうことなんだよってことをもう好き放題喋ってるんですけど、このロケットに関してはびっくり、だいたいロケットって何みたいなところから知らなかったんだけども、はいはい、でもこの、ね、日本のロケット真実の奇跡に書いてある、で宮川さんをちょっと紹介しますね。宮川さんは今は、ニット産業という会社のこう会長さんをされています。学校用の遊具とかスポーツ具とか介護用品などを広くもう草分け的に取り組んできた会社、その会長さんをしながら、そしてその前には環境活動家、環境活動家としてさまざまな活動をしてきました。で、会をあれをしましたよね。昭和51年から環境問題に取り組んでます。うん、はい、そうですね、はい、そしてなんか会を立ち上げられたんですよね。静音圏確立を目指すグループというのを立ち上げました。静音圏って何ですか？静音圏はですね、静かに穏やかに暮らす権利と書きます。うんうん、まあ端的に言いますと騒音問題でしょうかね。あ、まあ、そういう、まあ、被害者意識とではなくですね、世の中みんな仲良くするために静音圏をそれぞれ考えましょうねという、そういう運動でございます。日本が近代化する中で、うん、結構こういろいろなんていうの、いろんな技術が発達、自動車だったりなんだったりするときに、結構ね、飛行機の問題も含めて音、こうあるいはこうお互い近所のね、モーターの音とか、はい、音の公害に関して立ち上がったわけですね。そうなんです。で、それが静音、静かな音です。穏やかな権利と。あ、静音権の権利っていうのを、はいはい、でそれでなんと環境公害研究所っていうのを33年前に作られて、はい、まあ自分の家をね、うん、そういう研究いや運動のね拠点にいたしました。その環境のことに最初に思い立ったきっかけって何でしたか？きっかけはですね、これは私の長男が非常にその受験期だったんですけど、大学のね、非常にその近所のことにクーラーの音を気にしてねおりましたのをね、私はもう根っからのそういう音に対して、ものすごく鈍感な人間でしたから。あ、鈍感だったんだ。鈍感なんです。もう私は戦争中の子供ですから、うん、もうあまりね文句を言わないではいはいという時代であったし、また私自身がね音を出して平気でいる人間だったもんですから、その理解をしてあげられなかったんですね。あ、まあ、それに対する私のこの反省を込めて、長男に代わって、この運動に身を投じたわけでございます。逆に鈍感で分からなかったからこそ、本当にその敏感な人を思いやり、あるいは本当にそうだなってことを思ってということで、こう音のことから環境全体、まあ社会が発展していく中で、これでいいのかっていうようなことをいろいろ、結構政府にもいろいろ、もうね若さの至りだったんでしょうけれども、ね、もう環境庁あたりには日産のようにいたしましたね。
環境庁に日産してたんですか。もうそうです。それと通産省あたりにもね、いわゆる家庭電化製品のこの音を出して、家庭の中がね工場のような騒音の家庭にしないようにしてほしいというので、その個々の家庭の電化製品のこの低音化っていうんですかね、運転音の低音化を求めてね、いろんなところにそれこそ仲間と一緒にね、まあ、一生懸命運動いたしました。じゃあこう主婦業というか家庭を守る傍ら、はい、結構入れ込んでやってたんですね。まあね、守ったかどうか分かりませんけれども、ね、一生懸命にその運動の方に没頭いたしました。もう30何年になりますかしらね。その宮川照子さんがですね、この日本のロケット真実の奇跡という本を、これは宮川照子さんは実は日本のロケットの歴史のほぼ全容をこう支えてこられた研究者の宮川幸男さんの奥様なんですよね。まあ全容と言いますか、結婚した時にもすでにですね、昭和30年でございましたけれども、このロケットの H 今で申します H2 ロケットへの道ですね、液体燃料ロケットの研究をしておりまして、H2 ロケットに至るまでのずっと一貫した研究をして、私の旦那はやっておりました。液体ロケット燃、はい、液体燃料ロケットの研究をもう初期から、うん、戦後一貫してやられてた、はい、あ、戦前からですよね、戦争中も多分やってたと思いますが、うんうんうん、私の知る範囲ではないんで、うんうんうん、あ、そうなんだ、はい、結婚されたのは昭和30年の戦後でございますね。すでにそのことに取り組まれてた宮川幸男様と、はい、結婚なされて、はい、それからずっとその傍らで、はい、でもあんまり関わってなかったですね。もうね、私はこの宮川幸男の研究をサポートするのはね、静かに私があんまり干渉しないことだと思ったもんですからね。でも本の中になんか絵がありましたね。内助の功じゃないけど、はいはい、資料をカメラに一枚一枚、その頃コピーがないとか言って、そうなんです、あれはね本当にやりましたね。今から考えると私もね、このロケット開発戦後のね液体燃料ロケットのねパイオニアだったななんて今思うんですよ。一生懸命ドイツの資料をね、コピーがなかったもんですから、宮川幸男は自分のカメラでね1ページ1ページ撮影しました。カメラでドイツから来たその液体燃料ロケットの資料は本をですね写した。でその横で1枚1枚開いて入って開いてっていう、で内助の功という形でずっと内助の功をいたしました。支えてきた、はい、陰で支えてきた、はい、その宮川照子さんがこの日本のロケット真実の奇跡という本をこう書くと決心したのが、なんと79歳、80歳の誕生日間近、はい、実はねその頃はその頃までに環境運動の本は何冊か出しておりましてね、うん、その出版社の方からも何か書かないかというお話がその頃ありました、うん、でその時に、よく考えてみたらこのロケットの話はね、今まで戦後一貫して何か真実とは違ったようなね物語がずっと一般的になっているのをね、これはちょっとおかしいんじゃないかなとずっと思ってきたは実なんですが、まさか本に出そうとは思ってなかったわけですね。80歳の誕生日間近まで、そのこと本に書こうとは思ってなかったけど、なんかおかしい、特に傍らでサポートしている、こう 宮川幸男氏の、その仕事とかを見てると、喉、全然違う、なんか違うぞっていうようなことが世間に広まっているってことを感じながら、なんか変だぞ、なんか変だぞ、なんか変だぞって思ってたのが、こう、はたと。いや、これはね、やっぱりみんなは本当のことを知らなきゃいけないんじゃないかという思いがすごく、その時に湧き上がってきましてね、で80歳にして、そうだ、私でなければこういう本は書けないだろうなと、
まあ、傍らでずっと、なんか私はこの出版のために生まれてきたのかもしれないとまで、これがなかなかすごい私のすごい打たれた言葉だった。あ、そうですか。いや、あのそういうことをおっしゃる方たくさんいらっしゃるんですけれども、うん、その時そう思ったんですね、うんうん、他のことはね、いろんな方が書いてくださっても、この話だけは私でなければ書けないんじゃないかなと思ったんですね。でまたその80歳にしてね、またどのくらいこの世の中に生を神様がくださるか分かりませんけれども、今そのことを書くチャンスが最後のチャンスだなと、うん、それで私しか書けないんだと、これは神が与えてくれた私の任務だろうなんて、そんな風なね、その80歳の誕生日を目前にして、はい、なぜかひらめいた。そうなんですよ。それからでも早いですよね、うん、出版までが。そうですね、あの資料は割合に手元にございましたしね、熱感してやられててサポートしたんですもんね。そうです。いや、サポートはあまりしませんでしたけれども、うん、資料はございましたし、それにね、あのその時はもう暇でしたから、もう80になって、うん、で国会図書館とかですね、公文書館にも日産のように通いましてね、いろんな書物を、その当時の新聞だとか、うん、いろんな関係書類をむさぼり読みまして、本当にね、我ながらあんなによく勉強したのは初めてじゃないかと思うんですよ。いや、読んでね、本当に読み始めたら、はい、本当にただ淡々と事実が本当にこう幅広く多岐にわたって、うん、でももう本当に無駄のない文章で、うん、すっごい私ずっとそのなんていうかな、こう本当のこと、今すごいこう特に近代の情報っていろいろ錯綜していて、何が本当か分かんないような中で、こう結構古代に関しては意外といろいろ見えてきたんだけど、近代の今ここにいる私がたちはどんな真実を信じたらいいのかっていうところが、結構特に歴史に関してすごくぐちゃぐちゃな情報来てますよね。そうですね。でこれを見ながら、うん、あれあれあれ、 なんかであっという間に、もう本当にあっという間に読み終わってしまった、終わって残念みたいな、もう一回読みたくなって、で細かく見ていく中で気がついたこととかがいっぱいあったんだけど、でもまずね、私ね、ロケットっていうのがなんかこう、ロケットっていうと宇宙にピューンと飛んでいくっていうようなものっていう考えしかなかったし、でそのそれがなんだっけ、衛星、気象衛星とかになってるとか、全然そういう脈絡もない、あるいはこうね、悪用されればミサイル、核弾頭のミサイルにもなったりとか、あ、なんかこうちっちゃい頃突然そのなんていうか SF で未来はのなんとかで宇宙にロケットみたいな、なんか漠然とした感じで見たまんまのまんまこう来ちゃった、うん、まあそれが普通だと思いますけどね、うん、ただね、私がまあちょっと専門的なことを申しますとね、ロケットって大体2つに大きく分けられるんですね。液体燃料ロケットと、うん、それから固体燃料ロケットですね。で固体燃料ロケットっていうのはね、昔から日本にはね、種子島に入ってきた鉄砲がありますね、はいはい、あれがもうロケットです。あの日本で初めて、鉄砲もロケットですね。そうなんですね、固体燃料、固体燃料ロケット、うん、大砲とかですね、機関銃とか、うんうん、機関銃はどうだか、あ、大砲とか、とか、うん、高射砲とかね、大砲とかっていうのはロケット砲なんです。あ、戦争中ね、横文字が使えなかったんで、ロケットっていう言葉は使わなかったんですけれども、ドイツがね、開発しいたしました A2 という、液体燃料ロケットがあるんですよね。アポロの技術に受け継がれておりますけどね、それはあの戦争中ね、ヒトラーがね、武器に使用して、ドイツのある島から、ロンドンとかベルギーとかフランスに弾を撃ち込んだ、そういうことで、武器にヒトラーを使った、使われちゃったんですね、兵器として、うんうん、その液体燃料ロケットっていうのはね、20世紀の初めにですね、人類が月旅行を、宇宙旅行を夢見て、みんなが FF
SF の世界としてみんなが憧れ宇宙へのなんかねすごいどんどん発展して科学もこれもう何でも分かるみたいなすごい明るい未来の中に出てきたよね、うんうん、そうそう宇宙にっていう、うんうん、それを現実的にどうしたらいいかって考え出されてきたのが液体燃料ロケットなんですね。そうだったんだ。これは宇宙旅行が一番初めの目的で始まった、うん、それがヒトラーによって兵器に使われて、それ以後というものはほとんど兵器で、終戦後もですね、大体軍事的な偵察衛星を上げるために使われたんです。ロケットを上げて、その偵察衛星にするという目的、そういうことですね。で戦争中はね、スパイやなんかがいろんな敵陣に入り込んで偵察しましたけどね、うん、そういうものよりもロケットのを使って、偵察衛星を上げることで効率的に偵察ができるわけですね、うん、ですけどね、日本はねそれと同じ技術を戦争中に開発してるんですよ。日本は持ってたんですか？はい、持ってて何台かもう出来上がってたんですね、うん、ドイツはそれを実用的にもう使っちゃいます、兵器として使いましたけど、うん、日本の場合は実用には使える段階に使わないで終わっちゃったんです。終戦を迎えちゃったんです、うん、終戦と同時にね、それを全部壊して設計図から何から全部焼いて、連合軍が上がってくるっていうんで、その前に全部焼却して、じゃあ日本はもう終戦間際にはもう相当なこうハイレベルのその液体燃料ロケットの技術、 その偵察衛星の技術とかを持っていたにもかかわらず、それが使われない前に廃線になっちゃって、そういうことですね。でその技術を隠すっていうことを、それでまた GHQ もそれをさせないでいたんです、日本には。その開発を終戦後は全然、ロケットだけでなくて船舶とかなんとかもみんなそうでしたけどね、でことにロケットに関してはですね、させないということで、だいぶ遅れて開発されました。じゃあ宮川照子さんが知っているこの、ロケットのこう書かれている歴史、これ全部を今ねこう皆さんにお伝えすることはできないんだけども、でもロケットがこう2種類あって、1つはこう液体燃料ロケットで本当に宇宙のロマン、こう人間のロマンとして始まったものがこう歴史の歪みの中で何か兵器になり、でもそれがまた今いろんなね、気象衛星だとかっていう形になっているっていう、そっちの方もまたいずれこう話してもらったり、あともう一方の固体燃料ロケット、この2つがこう切磋琢磨して今のこうロケットこう技術をこう支えてるんで、そのこともまたゆっくり聞かせてもらいたいなと思います。ありがとうございます。ロケットに2種類あるって、まだよく分かってないけどそうですか。でもこの本すごいです、日本のロケット真実のこう奇跡、宮川照子著、ぜひ皆さんも読んでみて、あっという間に読んでね、なんかいろんなこうインスピレーションというかが湧くと思います。今日はありがとうございました。じゃあまた来週よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日のつぶつぶニュース。未来食セミナーシーン2、9月からの値上げ前に8月にも開催日程を追加しました。シーン1とシーン2同時申し込みで11,600円お得な里立ち応援キャンペーンも引き続き受付中。このラストチャンスをお見逃しなく。未来食セミナー、詳細とお申し込みはつぶつぶホームページへ。